はい今回は赤木俊夫さんのまるまると森掛問題の謎について、えー、お伝えしていきますのでよかったら最後まで聞いていただければと思います今もなおですね、えー、まあわからないところがたくさんあるこの森掛問題っていうね森、えー、友学園の、えー、まあこの話なんですが、まあ、僕はあのね、えー、な何もわからない、えー、ところがあるんですがこの赤木さんという方はですね、えー丸えーえー 丸されたんじゃないかって思ってるんですよ。で、そう思う。あのことがあって。 でこの森かけ問題、えー、森友学園の話っていうのは、えー、非常にですね複雑でありなかなかわからないところがあるんですけれども、えー、いろんなところからです、ね、違った角度からあ考えていくとこのようなことなんじゃないかと、まあ、そういういうに思うということを、えー、今回はあちょっとお伝えさせていただこうと思いますのでよろししくお願いいたします、まあ、僕の,あの解釈なんでね皆さんもそう思っている方いらっしゃるかもしれないんですが、うんね、難しくて、えー、分からないですけど、まあ、悔しいか限りですねということな ですねでえー、まず、えーまあ、数年前の話ですがあ、まあ、ニュースの記事を確認いた,いたします、どういったことかと,どうい,ったこと,かというと、ね、森友学園の国有地売却に、えーまあ、関わっていたあ近畿、えー、財務局職員の方、ね、赤木俊夫さんがあ自らあ命を絶たれたということで,で、えーまあ、この森友の件とは関係不明だとかって言ってるんですが。 まあ、この赤木さんはですね 自宅で、えー、まあ丸されているっていうことが、えー、分かって現場の状況からあまあ、自丸であるって言ってるんですねで、えー、マスコミは遺書があったっていうことを言ってるんですよただこ,この話っていうのは非常におかしいんで僕後で考えていきますけど、えー、自丸と遺書があったと言ってるとでこの国有地売却の問題との、えー、関係ね赤木さんが亡くなったことっていうのはわからないっていうか財務,財務局をめぐってはまあ 大阪地検特捜部があ、まあ、あのその土地の価格を売却したものに関して、ね、いろんなことがあったと背任罪があったんじゃないかとかそういったことが、まあ、あ言われていると。 で、えー、まぁ、あ、わからないところがあるその中で、えー、まぁ、あ、起こったことで赤木さんがあ亡くなられたっていう自ら命を絶たれたっていうことで、うん、でこの繰り返しですね遺書もあったということなんですがまあ,あおかしい話ですねで赤木さんっていうのはあのこの当時この学園とですね、えー、まあそのこう 土土地地のの賠償かそれをしているまあその間に入っていたまあ定石国有財産管理官というまあちょっと難しいまあ職業職業というかね形なのかなっていうことなんでま近畿財務局は事実は把握していないと言ったりとか大阪地検特捜部がまあいろんなことを調べたりとかまあそういうようなことなんですがまあその中でまあ赤木さんが亡くなってこの森 森友学園の問題が謎に包まれていったとそういったことだと思います。で この森友学園の話とか、森かけ問題っていうのは難しいんで、ちょっとょ正直僕、あの分からないところもあるんですよ、だからあんまり触れられないところがあるんですけれども、ちょっと違った角度からね、えー、考えていきます。これをあの一つのあの別の件であると、えー、こういったあじまる丸ていうことになってるけれど、それは違うんではないかって、そういったことを考えていくんですが、赤木さんはですね、遺、え、書、ー、があったって言ってるんですが、<laughs> あの、 その遺書の内容、中身が公開されていないんですよ、おかしいじゃないですか、でもしも遺書があったとしても、改ざんしている可能性が僕はあると思うんですね。 財務省の,あの発言というか発表では、えー、まあ、その遺書の書き換え、えー、まあそのあ遺書じゃないですね。財務省は、えー、この書類の書き換え、あるいは改ざんのことに関してなんだかんだ言いながら、結局財務省答えなかったわけですよ。で財務省っていうのはあの国会議員にあのその <laughs> 決裁文書と同じものをコピーを提示しただけだったんで、えー、何も分からないっていうことなんですよ、真相がね。で例えば 赤木さんがですね、えー、自丸したかどうかっていうのが分からない、丸された可能性も全然ある、遺、え、書、ー、も分からない、えー、明かさないし、熱造したっていう可能性がある、えー、じゃあ、これっていうのは赤木さんだけなのかっていうと、そうじゃない、他の人もい,いたんですね。 それが分かってるんですよ名前がちょっとわからないんですけど、この森友学園の件で、ですね、えー、この国有地のまあ、この件で、えー、小学校の建設に関わったあ下請けの社長が、ですねこちらの方も亡くなってるっいうことは分かってるんですよ、自ら亡く,くなってるということなんですね地中のあのごみ処理を関与したとか、そんなことが言われてるんですが、しかし、このですね新設小学校建設を請け負った、あこの 下請けの企業の社長の方もこの方もですね、マルされた可能性っていうのがあるんですよ。しかし真相が全く分からない。うん、この森友の件っていうのは、この国有地、えー、不正払い下げの件で、 この下請け会社の社長が1人、えー、亡くなっている、えー丸の、丸された可能性がある、そしてその後、そのですね赤木さんがあ、まあ、亡くなっている、これも丸された可能性がある、そしてこの森友の件というのはあ、何が何だかわからないような形で流れていったとっいう話なんですねん。明らかにおかしいですよ、これ普通に。だからもう本当に、後で言いますが、安倍の時に起こった、本当にあの追及すると、ですね本当ね、人があー丸されていく、そういった話なんですよ。 でおそらく、えー、この森友の件というのは財務省もグルだと思います、財務省も知っている、あるいは安倍,も安倍は深く関与していると僕は思っているんでね、んでこの例えば赤木さんに罪を着せたとか、そういういこと別に僕はあの赤木さんの肩を持つとそういうわけじゃない、ただ、赤木さんに、えー、何かしらそういったものを。 季節ですねえその方を決して、えー、真相をわからないようにするとかそういったことを裏で測った可能性があるということなんですね財務省っていうのは本当にこの森かけ森友の件ですね、えー、もうなんていうのかなあもうだんまりっていうことですねだんまりを決め込んでいたし、うん、だからあこの森かけ問題森友の件というのは安倍と財務省なんでしょうね安倍と財務省が何かしら裏でグルで繋がっていたそして僕たちあの 国民には、えー、その肝心な部分は分からない、そして、えー、この赤木さんがあ亡くなったとっいうことが、その部分を何か知っているとか、うん、関係しているとか、そういったことがあの考えられると僕は思ってるんですよ、内容が難しくて、えーね、その本当のところというのが分からないんですけれども。でこの <laughs> 財務省は、 国会審議の時もあのまあはっきりとしたことを言わないし、安倍はですねまあ、このなんか委員会を強行したとか、強行審議したとかって、だからもう、安倍のこういう強行手段に出て、もうそういったことで、ね、野党不在のまま審議が強行されたとか、そういったことなんで、もうすべてがうやむやになって、この件がわからないっていうことなにされてしまってるんです、本当のことっていうのは全くわからないんですよ。でその知っている、えー、ね する赤木さんは、えー、自丸と言ってますが、丸された可能性もある、僕はそう思ってます。で、えー、この赤木さんがですね、えー、亡くなられた件というのは、これは何かっていうと、おそらくこういうことだと思うんですよ、これ,これ以上というのはもう分からないから、あの憶測にしかなりませんが、森かけ問題の真相を隠すために赤木さんというのは口封じされたんじゃないかと、えー、僕は思ってます。で、この最さっきあのお伝えしましたが、えー、この 森友の件でですね赤木さんだけではないんですよ。もう1人少なくとも分かっている。この新設小学校の建設を請け負った下請けの社長も、えー、亡くなっている。おかしな形で亡くなっている。この方が1人。でこれ、えー丸のか、丸された可能性がある。2人目が赤木さん、えー。ということで、えー、こういうね真相を隠すために、えー、そうされた可能性があると。そして皆さん 知ってると思いますが、第2次安倍政権下では多くの方がですね、えー、不審な形で、えー、亡くなられているんですが、全くこの件を追及していないんですね、一人、二人じゃないですから、これ、安倍の時にこの、ね、人が不審な形で亡くなられているとてこと、なんでこれを追及しないのかっていう話ですよ。だかかからら何何ししその、ねえー、何かののね件に関係してていいる重要人物っていうのは、えー 口封じで消されたりとか、でそれで事の真相をえ明かさないようにっていうことです、だからこの <laughs> 森友学園の土地取引に関与していたということで、赤木さんが自丸っていうことで、えー、うとでもうすべてを、あのー、終わらせたんですよ、で、あ安倍とえ、安倍のこの妻もそうですけど、安倍と安倍の妻が関与していた可能性っていうのはあるんですが、それを追及できない。っていうかついあの どういう形かっいうのはわからないけれど、深く安倍が関係していたはずなんですよ、でこの時に、えー、この安倍のことを追及するべきだったが、えー、追及できなかったと、そして赤木さんが、えー、亡くなられた、えー、自らって言ってますが、僕はあそうではないとも、まされた可能性があるが、あそ,その件で、えー、赤木さんが、あ もう、丸されたっていうことで、えー、い,いなくなったということで、すべてこちらの件ですね、真相を上山に隠して、えー、もう終わらせたと、うん、終わらせたというか終わらせる方向に向かったと、だから赤木さんのこの亡くなられた件というのは、森かけ問題の真相を隠すため、このために丸されたんじゃないかと僕は思っています。赤木俊夫さんのねご冥福をお祈りいたします。 まあちょっとこちらの件ですね、何回かあの調べていたんですが、なかなかちょっと難しくてうまくまとまらないんで、えー、すいません、ちょっとわかる限りっていうことなんで、えー、お伝えしてみました。まあ、リスナー様も多分同じような感じのことを思ってらっしゃる方がいらっしゃると思うんで、えー、まあ、本当にひどい話だなと、まあ、思うということで、えー、まあ、僕なりの解釈っていうことでした。まあ、ご参考になっていただける点が一つでもあれば何よりですっていうことで、えー、今回のコンテンツ、ここで終わりです。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。